今回は、砂の使用先優先度について見ていきましょう。まずは、必要数を確認しておきます。バハルシ25個ずつ、ウロボロスミニステルに1個、賢者採集、正確には石杖武器5突ですが、3個 ×10 キャラ。そして、マグナ石超越に3個 ×6、ドラポンのオリジン化に1個 ×6 本、終末武器レベル250に1個 ×12 本の合計97個です。また、砂の配布数を調べてみましたが、すべて回収していると23個ぐらいらしく、さらに、称号分や、各属性のスパバハソロ達成時にももらえます。思ったより配布されているんですね。さて、順番に見ていきましょう。まず超越バハムートですが、今は主に天元やルシゼロなどの高難易度で使われています。採用するならばレベル250前提であり、サブ効果の召喚石の使用間隔1ターン短縮と、召喚効果の召喚石の再使用間隔1ターン短縮が強く、召喚石を投げられる頻度が大幅に上昇しますし、他の参戦者への援助もできます。一方で、昔と比べると参戦者が全体的に強くなっていますし、トリプルゼロ、超越ルシ、黒キリンで3枠も確定で埋まっているので、編成から外れることも多くなってきました。さらに、トリプルゼロ召喚肉集めでは必須でしたが、HP が増えたことでそもそもできなくなりました。ですので、超越バハムートの優先度は、昔と比べると下がった印象です。次は、ルシフェルです。ルシフェルに関しては、昔と比べても評価は高いままです。メイン石にすると、敵が特殊技使用時弱体効果を1つ回復できるようになるのでフルオートで強いですし、サブ効果の回復上限 30% アップや召喚効果による回復は、フルオートでも高難易度でも強く、作成優先度は最も高いです。今から作っても全然遅くないと思います。次は、ウロボロスミニステルです。マナダイバーで装備できるマナベリであり、性能としては、リバイアサンミニステルと似たような感じで、多段アビダメが自動発動します。しかし、ウロボロスミニステルによるダメージの方が高いですし、そして、刻印の数に応じて味方全体の余ダメが上昇し、刻印後だと 5.5 万も上昇するのがあまりにも強すぎます。しかも、マナダイバーは全属性のフルオートでも使われており、一度作るとその後の恩恵が大きいです。一方で、ウロボロスミニステルに関しては、砂というよりも、創世のコンペン3万の方で詰まっている人が多いのかなと思います。撃滅戦プロの素材を錬金術に使うのが最も楽な印象があります。次に、賢者採集についてはキャラによって優先度が変わってきます。4アビ取得しない採集上限解放までと、4アビ取得するそれぞれの優先度を表にまとめてみました。これらの詳細な説明に関しては、数ヶ月前に動画を投稿しているので、気になる人は概要欄からご覧ください。次は、マグナ石の超越です。レベル230、レベル240、レベル250に1個ずつ要求され、カゴが 10% ずつ上昇します。カゴ 30% 上がるのはやはり影響が大きいですし、フレイ氏には超越マグナ石が全然ないので、マグナ編成ならばぜひとも自分でレベル250を用意しておきたいんですよね。とは言っても、砂3個は重いので、優先度の高い賢者を採集してからがいいと思います。次は、ドラゴニックウェポンのオリジン化です。主な強化点は3つあり、終末武器と両方装備可能に、EX 枠に装備可能に、そして、第2スキルに新たなテルマを付けられるようになります。新たなテルマは、HP1 万上昇と、無属性の敵に対して余ダメ 10% アップがあります。特に重要なのが余ダメアップの方であり、ルシゼロでは必須級の装備です。これの有無によってダメージが大きく変わり、予兆の超えやすさが全然違いますし、ダメージを稼げる人が多ければ多いほど成功率が上がるので、
正直、ドラポンオリジンなしでルシゼロに挑むのは地雷だと思っています。マルチの実装順は天元が先ですし、難易度も天元の方が簡単です。バリア解除を待たずに突っ込んで爆散しているバカタレが来ないように祈る運ゲーではありますけどね。最後は、終末武器レベル250です。レベル240からレベル250にするときに1個要求されますが、ここまでやり込んでいる人ならば砂1個ぐらい余っているでしょう。一方で、レベル250にしても伸び幅は小さいので、優先度は低めだと思います。ということで、今回は、砂の使用先優先度について見てきました。チャンネル登録と高評価よろしく。それでは、